ね、ちょっとね、罪状の方見ていきましょうか。何やったんだ、もうやってへん。いやいやいや、何やったんだお前。すごい来てましたよ。まずですね、暴言、殺人、フリーダムダイ、ストーカーですね。フリーダムダイ、ストーカー。おい、一番爪が重いかねえか、多すぎねえか。入りきりませんね、今回。気にならねえよ、みこと。言うてみ、俺が一体何をした。じゃあ、一個一個見ていきましょうね。まずですね、ちょっと罪がありすぎて、あまりにもあれなんですけど、ちなみに全部本当に記憶ないですか？ないですね。なるほど、うん、じゃあまずストーカーから見ていきましょう。ストーカーから。ストーカーなんてしたん。こちらの画像をご覧ください。はい、こちらですね。なんかあーアクアルさんが好きって言ったら、あ、これちょっと読んでもらっていいですか。あー、じゃあ行きますよ、読みますよ、はい、アクター俺も好きだよ。アクター俺たちやっぱり結婚した方がいいんじゃないかな。アクターどうして逃げるのかな。アクターおじさんはこっちだよ。ストーカーですねこれ。おじさんでやべえやつだね。違います違います、これはこれは、うん、同意のもとですよ。いやいや、同意だったら逃げてねえだろアクター。いやこれ本当はアクターは追いかけて欲しかったんだよ。あ、なるほど。わかる。そう、アクターの気持ちを厄介の思考だよ。厄介ストーカーの思考ですね。まあまあまあ、じゃあ今回の件 グレーとしても次行きましょうかね。グレーなんだ。まだあるからな。これフリーダムダイなんですけど、6月3日20時頃、前髪失敗を励ますリスナーを一方的にカッパ友達認定した後、絶好直後に絶好宣言。もう一回カッパになってから出直してこいと暴言を吐き、他のリスナーにもあなたの心はずっともじゃもじゃなどと意味を。6月13日27時、かわいいわらべを、おいガキ逃げんじゃねえ。バキタユンなどと恐喝するなど、アイドルらしからの口の悪さ。そんなこと言ったかな。よくあります。ないですね、私にとっての、まあ、日常なので。そうですね、こいつよく言ってます。あとですね、殺人なんですけど。殺人。これほら、僕は殺さねえぞ。暴言吐いた次の日ですね、クリーパーを倒すふりをしてミコチを溶岩にダイブさせて殺害。助けていた風ですが、マイクラに犯人認定されたので間違いありません。助けていた風とか言うな。あとなんかされたな、これされたな。完全にロゴに出てましたよこれ。そんなことはないと思いますけどね。いや、うん、出てたってことで、あとなんかフレアも殺したって感じですかね。あー、いや、まあでもこれは、違うと思いますね。これ多分バグかな。あー、うん、なんか好きかって結構言う感じ。そうそう、最近ちょっとマイクラくんがちょっとね、なんか調子悪いみたいで、よくなんか私が人殺したみたいな表示させるんだよね。なんでだろうね。いやいや、なことあるか。じゃあちょっとね、これは言い逃れしそうなので、じゃあ次ちょっとお二人に対してね、はい、来てるやつ。二人に。あ、そうです、そうです。なんかやったっけ、うちら。なんかニコメとはすごくね、いい子ですよ。本当に清純なユニットですけど。なんか案件来てますから。設立しました。ね、なんか何か団体を設立した記憶あります？一応通報の内容としては、指定暴力団設立罪という風な感じで来てるんですけど。はい、あれだね。うん、あ、まあ、うん、それはしちゃった。いや、いやでもあれはごっこ遊びだったもんね。そうだよ、ごっこ遊びだよ。ちょっとふざけてやっただけだ。ふざけちゃっただけだ。じゃあちょっとこれ見てもらっていいですかね。ここなんですけど、あなたたちこの顔を見て、はい、やってないって言い張るんですかね、この顔を。これやっない人の顔なんですけど、確実に。やった。いや、ちょっと人違いですかね。目の光の失い方がね、本当にちょっとスイちゃんとか特にやばいんですけど。極悪な顔してるな、これ。おい、やっぱメンバーから見てもね、極悪な顔ということでね。じゃあ
ちょっとこれを踏まえてリスナーの皆さんに聞いてみましょうかね。いやでも、いやでもこれはあのすぐにあの会社変えましたからね、名前ね。そうです、すぐに会社名変えましたからね。そうですよ、なんだっけ、ラマオ保護地ライブ株式会社みたいな感じで、すぐにね、言えてるもん。そうだよね、すーちゃんね、これ前変えたもんね、会議してね。全然もう言えてなかった今。やめてやめて。出揃いました。みんなに聞きます、これは有罪か無罪か。ごめん、悲しいよ、みこじすいちゃん。